うす、ジョーです、今日もね、旅の話なんやけど、今日は、皆さん、126ページを開いて、結構先やねんなそうそう、アメリカの話で、アメリカ、無一文で横断した時の話で、まあ、無一文で初めての初海外で、お金もない、で、やっとアメリカのロサンゼルスに着いた、まあ、入国審査で捕まったという話したと思うんやけど、で、ロサンゼルス着いた時に、もうお金もないし飯もないし泊まるとこもない、さあどうしようってなって、俺はリトル東京っていう日本人タウンに初め行って、でもう言ったらノックして入って、店とかにすみません見て働かしてくださいっていうのを必死の英語で、まあその単語だけ覚えてやったりとかして、でまあ20件ぐらい20件そうそうそう回ったわけやねんけど、そんな厚かましい日本人初めて見たよ面接まで行ったりとかしてん。でもやっぱり俺は旅やからすぐ旅に出ないといけないやん、だからそんな短期間じゃ無理なんすよみたいな言われて、あーすまないみたいな。でもなんかある一軒の寿司屋さんはちょっと毎晩ご飯だけご馳走してあるからちょっとここにおいでとか言ってくれて、もうご飯に困らんようになったりとか、だからそんなこんなで、ベニスビーチっていうカリフォルニアのロサンゼルスのもうめちゃくちゃ青空が綺麗で浜辺も綺麗なビーチがあって、そのベニスビーチである韓国人のキムさんっていう人と出会って、でその人とちょっと喋ってたら仲良くなって、その人が仕事を提供してくれると、でその人の家で内職をする仕事やるんで、あそれは嬉しいみたいな。でもその代わり給料と、給料は出されへんけど泊まる場所と、飯は出してくれるから、で1週間ぐらいやれへんかみたいな、10日間ぐらいやったかな、やれへんかって言われて、いやもちろんやりますって言って、で北ハリウッドに言ったら、まあ、車で行って、でええとこやな、そうそうええとこで、家も豪邸やねん、で車も BMW 乗ってて、わこの人金持ち感すごいなみたいな、でまあハンバーグも奢ってくれたりとかしてさ、これめっちゃいい人やなって言って、で、家に着いて、これが、君の仕事だよって言って、中国の漢方薬を、検品する仕事だって言われて、あ嬉しいなと思って、でコッピンセットで中国の漢方薬を、まあ、4種類か5種類ぐらいかな、こう種類ごとに分けて種とか取ったりとか葉っぱ取って袋に詰めてっていう、でもすごいこう量の中国の漢方薬を作ってたわけね俺は。で朝から晩までもう12時間ぐらいで、その間音楽とか聴きながらずっとやってるわけね。で昼とか夜とかになったら、まあ飯のタイムになったらキムさんが呼んでくれて、もちろん英語で喋られて、片言の俺もほとんど英語喋られんから、で英語の勉強にもなるし、でバーってこう呼ばれて料理を作ってくれるみたいな。え、外に出られへんのその間？うん、もう外に出られん出られん。でまあ途中から出してもらえることにもなってんけどさ、うん、でもう何日も何日もで、その間俺はもう自分との、対話っていうのかな、旅のストーリーをどうやってこれから旅を進めていこうかなとか、あとキムさんにちょっとアメリカのわからんところを聞いたりとか、そういう感じで、まあ、計画を立ててたわけやねんな。でそんなこんなで、まあ本にはちょっとがっつり、書いてあるんやけど、ちょっと今はしょって話すけど、あそんなこんなで終わって、その10日間ぐらいが、おっしゃもうキムさんありがとうございましたみたいな、いつかまたどこかで会いましょうみたいな。で、俺はまたロサンゼルスの街に戻って旅を進めていくわけやねんけど、で、路上でまた、ホットドッグ屋のオーナーと俺は出会って、まあたまたま話しかけて、道聞いた人がホットドッグ屋のオーナーで仲良くなったから、普通にまあロサンゼルスとかやったらもう道で目合うたびにもう、おハウスドイングとかで挨拶すんねんな。日本やったらちょっとありえへんけど、知らん人にそんなに言う。でまあそうやって、まあ、道端で出会ったホットドッグ屋のオーナーのところでまた働けることになって、次は給料も出ると、うん、で日当大体40ドルぐらいと、あとはそのシェアハウスに泊まらせてもらえて、でまあポテトの皮剥いたりとか、まあホットドッグ屋の話もええよ、いろいろまたすごいおもろい話あんねんけど、でちょうどそのシェアハウスに帰って、じゃあ先輩が日本人やったやん、ゆうたさんっていう、先輩がいて、で、あゆうたさん今日も仕事お疲れ様ですありがとうございましたって言って、でまあパーッとこう、じゃあゆうたさんが、お前マリファナ吸うかって言ってくれて、あでもなんかもう多分カリフォルニアとかアメリカやったら俺マリファナ見たことないねんけど、もう普通みたいね、もうみんな飲みに行こうぜみたいな感覚でみんなマリファナ吸うみたいな、その文化って日本じゃちょっとすごいことやけど、まあでもとりあえず俺見てみたいなと思って、まあ、吸うかどうかは別にして、あじゃあなんかちょっと見てみたいっすわみたいな、あ初めて見んのかって言って、こうやってポケットからこうマリファナのリーブ葉っぱをこうパッて出したわけね、あれこれ俺が作ってた中国の漢方薬やこれってなって、あれこれチャイニーズメディスンですよねみたいな、中国の漢方ですよねって言ったら、いやいや違う、マリファナだよ、マジかって、で俺それをユータさんに言うて、俺は中国の漢方薬っていうのを、まあマリファナなんですけど、これなんですけど中国の漢方薬だって言われて騙されて作らされてましたみたいな、マジかみたいな、じゃあそれどこでみたいな、いや北ハリウッドでみたいな、でもこうこうこうでって全部言って、キムさんって人に、じゃあユータさんが最後とどめの一言俺に、それはキムさんじゃないよ、
半田さんやでって言われて、しかも監禁されてるからな、それ10日間そうそうね、まあ、ね気づいてないけど、もう結構監禁状態なぐらい内職の期間長かって、まあその人は日本人やけど、まあ韓国人っていうことを偽って、まあ言ったら俺を騙して、まあマリファナ俺に作らしてたみたいな。でもやで、でもやで、俺は思ってん。俺はそのキムさんと過ごした10日間っていうので、そのキムさんの目を見た時に俺のことをほんまに心配してくれてたっていうのが俺はすごく伝わったし、なんかいろいろ考えてくれてんな、英語を教えてくれたりとか。でも職業上やっぱりマリファナの職業をしてるっていうことは言われへんけども、でも俺を思う気持ちっていうのはやっぱり本物やったんじゃないかな。今でも俺はキムさんにいつか、まあ半田さんやけど半田さんにいつか会いたいなって思うぐらいいい人やったなっていうのは俺は思ってるで。いいやつかということでね、ちょっと今回ヘビーな話で、ちょっと詳しくはまたね、本読んでくれたら書いてるんで、ありがとうありがとうっておかしい。11月23日関西フェスティバルをします。大阪一でかい伝説のイベント会場、日本橋のユニバースで開きます。詳細の方は、動画説明欄に貼ってます。みんな来てね来てねー。何これフレッシュ花壇すぎるやろ